オリエンタルのリングネームで知られる、ノエアストロ・モレノ・レオンは、メキシコ出身のプロレスラー。2010年7月まで覆面レスラーとして、活動していた。父は、元レスラーで、アレナ・アステカ武道館のプロモーターだったアルフォンソ・モレノ。兄弟にはモレノ4姉妹と言われる、ロッシー、エステル、シンティア、アルダ・モレノがおり、他に16人いるという。イホデル・ドクトル・アグナーはおい、 父とブルーパンテル、ドクトル・ワグナー等にル・チャリブレを学ぶ。1992年10月23日に、メヒコ州ネザワル・コヨトル・ニテアレナ・アステカ武道館でデビュー。その後、ウワ、アイグ、イムルを転戦し、1999年9月からは、トリプル A に突如登場。日本には1993年10月の、道の区プロレスへの初来日を皮切りに、 CMLL ジャパンや大阪プロレスのリングにも上がった。大阪プロレスではテクニコのメンバーで活躍。2000年にはスーパー J カップにも参戦。2009年にはフリーとなりインディー団体を転戦。2010年7月にコントラマッチでミスティコに敗れ、デビュー以来マスクマンであったが素顔となった。他、メキシコのインディー団体のタイトルを獲得。 ありがとうございます。